大事に生まれたものは大事にしたくなるもの。あなたに届けたいもの見つけました。服の色エールマーケット。福島浜通り阿武隈発見体感モニターツアーに参加した皆さんが川内村の高田島ヴィンヤードを訪れました。高田島ヴィンヤードは2017年本格的にスタートしたワイン専用のブドウ畑です。川内ワイン株式会社の高木さんは東京でコンサルティングの仕事をしながら川内村でワインによる地域おこしを進めています。おいしい、これおいしいわ。都会の方に田舎で幸せに過ごすってどういうことかっていうことを体感してもらえるような場所を作っていきたいなというふうに思ってます。豊かな風景を眺められる高台でこの日特別に畑のレストランがオープン。これだけ素晴らしいロケーションの中で私も料理作ると非常に楽しみにして今日参りました。川内村の新鮮な食材をふんだんに使い、一流ホテルのシェフが手掛けたフランス風コース料理。キッチンカーで調理をしてお客様に提供します。いろんな食材ございまして、それをいかにうまくこう、使っていくかな、あと郷土食を出していくかな、それで県外から来たお客様に満足していただけるような料理作り、それを目指していっております。こういった大自然をこう目の前にしながら地元で採れた食材を使った料理をいただきまして大変嬉しく思っています。こういうとこでフランス料理とか食べられるっていうのは全然普通だったらできないことなので、美味しい食事ですけどますます美味しく感じますよね、これだと、とにかく歩いてる人もみんな優しいなと思って、住んでみたいなと思いました。自然の中で食べる福島の食材、最高のごちそうですね。